許しを請うのはてめえらの方だ。そう言うと思ったよ。それもまたシナリオ通りさ。なんだと。一輝くん、小柄チュマルと言ったかい。君たちの弱小チームは弱小じゃねえや。じゃあ証明するといい。僕らのステージで元気なのはお前だけだけどな。ケツ叩いてやった。お前あん時のインチキカリスマ美容師、ようこそヘアサロンサマーナイツドリームへ。そうか、お前が俺に構ってる間に、うん、新聞部に化けた他の奴らがこいつらを。さあさあ、そう卑怯な手使いやがって。なんとでも言うがいい。雑魚まで僕らのステージに上げる必要はなかったのね。雑魚だと、ええ、お前ら許せねえ。いいか、今から俺たちがてめえらをぶっ倒す。俺たち、お前それ誰のことだよ。そこに転がっている雑魚のことかな。ああ、これか。残念だったな。俺たちにはもう一人メンバーがいるぞ。コガラス丸の秘密兵器がな。それは彼のことかな。アキト、驚いたぞ。おお、いい表情だ。うん、役者に向いてるかもしれないね。私が一から教えてあげるわ。あ、いいね。教えてあげな。悪いが、彼は我らのバッカスに入った。ガキのおままごとチームにはもういられないってね。おままごとだってよ。なんだぞ。ちょっと黙ってりゃいい気になりやがって。俺たちはガキのおままごとチームじゃねえ。お前ら、食い物があればもう少し回復したけどね。嘘つけ。話は全部見えたぜ。てめえらよくも騙しやがったな。小ガラスが泣いてるぞ。カカカ。おい、餌でも欲しいのかよ。あ、来た。お前俺たちを裏切んのか。やっぱりお前はそんな奴だったのかよ。はあ、隠れたる芯あれば現れたる印あり。は、はあ、アキト。虫だよ虫、かわいそう。てめえらアキトに何しやがった。だったらどうするって言うんだ。君もストームライダーだ。今から試合を始めるかい。いや、戦いかな。試合でも戦いでもねえや。これは喧嘩だよ。お前まったく血の気のない子供だな。これが空の王に。なんともバカげたお話だね。こんな未熟な者ども我らの舞台にあげるまでもない。いでよ、殺すたち。のぼせ上がったガキども、奈落の底へ突き落とすのだ。ことなど何もない、いつでも一緒ならば、君たちの悲劇行くぜ。我らの喜劇チーム小ガラスさ、愛車の姿飛ぶぜ。笑ってやろうチーム小ガラスさ、泣き戻りかけるぜ。喝采などない、俺たちの表舞台に立つなどお前らには無理。やるぜチーム小ガラスマン、勝つぜチーム小ガラスマン、かけるぜ俺たちの絵かかれ。
舞台に上げるまでもない。まして君たちに書くシナリオなどない。一輝くん、これはもういらないよね。君たちにこのエンブレムは必要なかったんだよ。所詮ただの不良、口だけってことね。貴様らにエアトレックを悪資格はねえ。なんだつまんねえの。もっと遊ばせてくれると思ったのに。え、誰が空の王だって。いねえよそんなやつら。つまらん芝居に付き合ってしまった。さあ行こう、お口直しのディナーだ。いいね。マジでどこ食べに行くの。今日は、うん、吉野家に行こう。吉野家なんて贅沢な。今日牛丼間に合うかな。牛丼間に合う。牛丼間に合う。ちょっと俺今日乗り継ぎ早く行こうぜ。お待ちお小遣いもらったし。何もできなかった。取り巻きごときに。僕たちはこんなに弱かったのか。くそくそ、あいつら絶対許さねえ。行くぞお前ら。おい行くぞ。何やってんだ、立てよ。無理だ、俺たちに何ができるって言うんだよ。奴らにはかなわない。一回やられたからって何ビビってんだよ。それこそ奴らの思うつぼじゃねえかよ。一輝、まだ分からねえのかよ。何度やっても同じだよ。格が違いすぎるんだ。格？知るかよそんなもん。だったら俺たちの格上げればいいじゃねえかよ。そんな簡単じゃねえんだよ。俺たちはお前と違ってここまで来んのにもすげえ努力してんだよ。お前とは違うんだよ。お前みたいな天才とはよ。おにぎり、いいのかよ。エンブレムは奪われちまった。このままじゃ小柄ズマルはおしまいじゃないか。お前らそれでもいいのかよ。もっと強くなって、もっと上目指すんじゃなかったのかよ。悪い、僕には無理だ。本当に終わっちまうじゃねえか。もう二度とエアトレックが履けなくなるんだぞ。それでもいいのかよ。アキト、アキトとアキトも助けねえで終わっちまうなんて、そんなの仲間のすることじゃねえだろうがよ。あいつはな、自分で言ったんだ、俺たちを捨てて。カズ、だいたいあいつはもともと俺たちの仲間じゃねえよ。それは僕もだけど、けど彼は僕たちを裏切った。助けに行く、そんな必要はねえ。俺行くわ。じゃあな。